チャラチャ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 ラチャ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 ラチャ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 ーン。こんにちは、ルンです。いつも動画のご視聴、コメント、高評価、本当にいつもいつもありがとうございます。ということで、今日なんですけども、先日ね、ちょっと友達からとある LINE が来まして、こんな感じなんですけど、動画のリクエストで、なんか朝食とか簡単レシピとか、一人暮らしでも食器そんな使わなくても簡単にできる美味しい丼物とか知りたい。動画見た時に手元にある食材で美味しく作れるのがすごい嬉しかったりする。だいぶ無理なんだ、言ってるのはわかるけど。ということで、私は今まで数々の無理なんだいと言われる無理なんだいをされてきたことがあります。お店で働いてる時とかお店で働いてる時とかにあったんですけども、これ見た時に、あっ、パッと一個浮かんだものがあったので、まあ本日はね、朝食、まあ一人暮らしの方でももうね、簡単に作れると、なんならもうこれはね、どんな方にも共通するような超簡単に作れるズボラ飯っていうのでやっていこうと思いますんで、やります、お願いします。ディグだ。はい、ということで早速やっていきます。で、今日大体5分ぐらいでできるのでね、めちゃくちゃもう本当に忙しい朝に、忙しい朝にということですね。で、ちなみにうちはこういう感じでお米を、炊いたやつをね、冷凍しております。やっぱ冷凍しとくと便利なんで、冷凍おすすめします。で、まあ大体5分ぐらいチンすれば OK で、豚肉もうちこういう感じで売ってるやつを小分けして冷凍してるんで、こういうのね、やった方がいいよ。あ、今友達に向けて言ってます。お願いします。で、こういうやつあると便利なんで、別に今日のやつは別に豚肉なくてもいいんですけど、あった方が美味しいし、朝からね、がっつりいけて栄養もあっていいよということで。で、野菜もこういう感じで、これ1個100円しないぐらいでこういうの売ってますので、こういうのを一人暮らしの方は小分けでなってておすすめです。レタスとか丸々売ってるやつをさ、ムシムシしてっていうのもいいと思うんですけども、結構そういうのめんどくさいと思うので、こういうやつ非常に便利です。あとはトマト使えます。で、これはね、洗うやつなんで、なんかザル開けて洗います。いや、本当に最近思うのが、野菜はね、ちょっと本当に取らないとダメだなっていうのをひしひしと感じるわけなんですけども、今日の丼はなんと、その丼一杯で野菜もお肉も食べれちゃうっていう素晴らしいことですね。トマト別にそのままでもいいんですけど、切っときます。ちょっとトマトね、これしぼんできてます。食べれればいいんや。野菜は家に絶対常備しといた方がいいよ。これ、あ、これも今友達に向けて言ってますこれはね、やっぱ全人類に言えることだと思うんですよね。はい、そしたらお湯を茹でといてください。え、沸かしといてください。はい、料理酒ちょっと入れまして、まあふつふつとしてるお湯で、まあしゃぶしゃぶとするわけです。しゃぶしゃぶと、で、こうしゃぶしゃぶとすることによって、豚肉のね、この余分な脂も落とされるということで素晴らしいですね。うん、で、これ赤いとこがなくなれば OK なんで一瞬です。で、これもザル開けてちょっと冷水で流します。ということで、あともうめちゃくちゃ簡単なんですけど、これはおサラダあります。で、ここに冷水流した豚肉を入れます。で、トマトもね、一緒に入れて大丈夫なんですけど、今日はちょっと動画映え用のね、盛りをしたいので今日は入れませんけども、めんどくさいと思うんで入れちゃってください皆さん。で、ここにごま油を大さじ1ぐらい、お酢もちょっと軽く大さじ1ぐらい、鶏ガラスープの素を、まあ、小さじ1いかないぐらいちょっとかけましょう。で、本当は夜とかだったらここにニンニクを入れてもいいです。で、お醤油を軽くちょちょんと、本当はレモン汁入れるといいんですけど、ちょっとね、うち切れしシュシュと切らしてしまってるので残念ということで、こちらを混ぜます。もう何作ってるかね、ちょっと分かる方はいらっしゃると思うんですけども、お待ちください。あ、うんめー。まあお好みの濃さに調整してください。まあ鶏ガラ多めに入れたり、お醤油多めに入れたり、あと盛るだけですって奥さん。でだーん、ということで、この冷凍ご飯、冷凍なのに結構ね、すごいほかほかにね、なります。普通にやってるだけなんですけど、普通にね、冷凍ご飯もいいですよっていう。で、ここに盛るだけなんです。
で割とちっちゃいこんぐらいサイズのお茶碗だと量的には全然2人前分ぐらいできるので、一人暮らしの場合は次の日に回せたりもするんでね、非常にいいですという、ちょっと映えを意識して周りにトマトを盛るという人、すごーい映え。ボールの段階でゴマとか入れてもいいんですけど、うちはなかったのでちょっと今日はクマは入れれませんでしたけども、海苔をかけます。韓国海苔でも、韓国海苔が本来いいです。韓国海苔もね、うち今ないんですよ、なんもないじゃんって。でも家にあるものだけでやっぱできるっていうのが素晴らしいことだと思います。ということで完成です。チャラチャ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 ラチャ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 ーン。ということでこんな感じで朝のズボラ飯、チョレギ丼でございます。イエーイ。そういえば頭で何丼作るか言ってなかったと思うんですけど、いわゆるチョレギサラダの丼、チョレギ丼でございます。いやこれはね、朝野菜も取れてお肉も取れて、なおかつご飯も取れるっていう素晴らしさを兼ね備えた文武両道の丼で、もう一生噛む、文武両道の丼でございますので、もう非常に朝ね、おすすめでございます。これ本当に、僕喋りながらちょっと今日ダラダラやってたんで、あれですけど、普通にやれば5分ぐらいでできます。食器もそんな使ってないです。では、食べますか。よし、ということで、朝ごはん、朝ごはんと言いますか、今、もうね、1時なんですけど、お昼ご飯ということでいただいていこうと思うんですけども、お味噌汁あるじゃんってことでして、やっぱりね、お味噌汁いいと思うんですよ。本当にお味噌汁ってその一品汁物があるだけですごい映えるというか、なんかいいですよね。で僕はこういうのすごい好きで、こういう袋のなんか一個一個中にね、こういうのが入ってるタイプのお味噌汁で、これめちゃくちゃ安くて、マルコメさんの料亭の味ってよく味噌で売ってるやつなんですけど、8食入りで100円しないぐらいなので、マルコメさんとかがね出してて100円しなくて8食って思ったら、なんかすごいね、こういうのめっちゃおすすめです。僕すごいこういうの好きで使います。やっぱいちいちお味噌汁ね、夜ご飯とかでたくさん量作るってなったらあれですけど、朝とか大変ですよ本当に。ということでいただきます。最近このアングル気に入ってます。お味噌汁、あ、美味しいんだわこのお味噌汁。いただきます。トマトが、映えを気にしたトマトが私を遮る。お肉、うん、うまっ。お米と一緒に、うん、美味しい。やっぱチョレギサラダとお米は合います。結構朝から爽やかにいきます。結構ちょっとごま油とかそういうの使ってるからくどいかなって思われる方もいらっしゃると思うんですけども、すごいね爽やか、朝からめちゃくちゃ食欲進むし、食欲そそる、食欲、うん、すごい前進します。うまー。いやーこれ本当に美味しいんでね、ズボラ飯といえど舐めずに作っていただけると幸いなんでね、ぜひともやってみてください。結構こういうズボラ飯シリーズいいかなって思うんで、ちょっと今後もこちらもねシリーズ化していきたいと思います。チャチャテンテン、よろしくお願いします。ということでこの動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いいたします。ということで、チャ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 ーン。炭治郎の朝ごはんはステーキ定食。